はい、石川学生連の共同代表、4人の共同代表がいるんですけど、そのうちの、5人か、5人の共同代表がいるんですけど、私出てきます。あの、の一人をさせていただいています、奥村と山崎と申します。私どもの活動というのはすごいシンプルで、市民の皆さんと一緒に選挙したいんです。どうしても皆さん、前の衆議院選挙、投票行った人、みんな投票行った？行った、すごい、ここすぎる衆議院。でもね、本当に僕、街頭演説とか、週に3回とかやってるんですけど、よく言われるのが、うっさい。なんなら選挙なんて、まだまだ夏なのに何騒いでるんやとよく言われるんですよ。それ分かるんですけど、でもそういう、この半年ぐらいの時間をちゃんと使って、皆さんがどういうふうに政治に興味を持ってくれるか、そういう街のその冷めた雰囲気を、私どもと一緒に共感してもらいまして、私どもと一緒に考えていただく時間にしていきたい。私はしました、そういうふうにそういう活動をさせていただきたいので、この活動資金取り出しまして、ちょっとカンパをお願いしたいと思っております。もう心でいいです、いや今日お金ないからいいよって、全然お金なかったら今日も入れてたら全然大丈夫です。また私どもですね、一緒に仲間も募集してまして、入会申し込み書が手元にあると思うんですけど、こちらの方もしよかったら一口1000円で入会していただけるので、今日お金ない人はまたそこにゆうちょ銀行とかの口座書いてあるので、そこにゆうちょ銀行で、ね、またすごいよ、振り込みですぐいらないんで、そこで入れていただいて、僕たちと一緒になんかそういう市民の方々と共感をやれるムーブメントを作っていけたらなと思っております。では今日こちらの方ご協力いただけましたら幸いでございます。はい、同じく共同代表をしております白山市の山崎と申します。あらかた、勝手連の会員お願いしますということで、お名前があったと思うんですけど、重複するかと思いますが、11月の24日に、天宮バリオさんというその方、こちらにいらっしゃってる方はご存知ですかね。生宮バレーさんっていうのは小松出身なんですけども、全国で今勉強会、選挙の勉強会に回ってます、走り回ってます。我々、その石川勝手連が設立されたのもこの11月24日のメロメロポッチで、開催された勉強会の後に設立したんですけども、今度ですね、2月24日に、今日は花森先生に、第1回石川勝手連学習会ということで名をさせていただきましたけれども、第2回の学習会ということで、今度もう一度座間宮ガレーさんに、今度は座間宮さんのふるさとであります小松市で、勉強会を開催したいなというふうに思っています。お手元の資料を皆さんに配布させていただいていると思います。それでガレさんのお話はもう本当に具体的に今どういう状況なのか、過去の選挙の、データをもとに我々どういうふうにして戦っていかなくちゃいけないかっていう、切実な、そういう具体的な話になるかとは思います。それで皆さんにお配りしたこのフライヤーの方の裏にですね、過去の、大まかな、過去のデータですけども、載っております。こういう状況になってます。それで、はい。ですね、それでですね、次回その直宮彼さんの勉強会はですね、参加費1000円ということで、座間宮さん今全国走り回って交通費も必要ですし、資料代という形で、徴収させていただきたいなとは思ってるんですけども、このガッテレンの会員に、入っていただければ、とりあえず次回は、200円ですけども割引化させていただいて800円で参加、していただきたいなと。こちらの案内にはまだ書いてませんが、そういうふうにさせていただきたいなと思ってますので、それで、3月以降の、学習会等はまだ考えてます。まだ、
予定はないんですけども、会員になっていただいたら、いろいろあのメール等で、会員限定の、政治家さん等との、懇談会とかにもご案内できるかと思います。ぜひ、会員に、入っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。長井さん、金森先生の本が本当に 2,3 冊限定なんですけど、入り口のところでこちらの命の教科書、これ私も持ってますけど、これが今日400円、476プラス税のところ400円で、こちらの子どもの力を学び合ってこそ育つは780円プラス税のところ700円で、もう本当に先着 2,3 名様なので、もしよろしければ、受付のところに参ります。それからサインしてくれますか？サインしてくださるか、はい、ぜひぜひ本当に1000円でちょっと私たち相当苦しくて借金してこれあのフライヤーを作ってるので本当にぶっちゃけあのどうぞよろしく、あの入り口でパーって書いていただいて素敵な会員証を手に入れていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ございます。どうするの、どうするの、閉めるの、はい、はい、あ、すいません、閉めるですね、まあ、会員の方、ちょっと会員あ、はい、すいません、何回も、2000万人、その安保法の、安保法に対しての、安保法制での、廃止に向けての署名を、同じく受け付けてさせていただいてますので、もしよろしければ、ご証明の方よろしくお願いいたします。以上です。それでは本日の会合で以上になります。皆さん長い間ご参加どうもありがとうございました。皆さんお気をつけてお帰りください。アンケート、はい、ぜひアンケートもお願いします。お時間ある方、書いて出していただきたいです。よろしくお願いします。終わります。終わります。ありがとうございます。どうやって見たの？